滋賀高原滋賀高原スキー場東、立山スキー場東立山スキー場は、長野県下高い郡山之内町にあるスキー場である。滋賀高原スキー場の中央エリアに位置し、東立山の南東6斜面の安定した、中斜面を生かしたスキー場である。リフト1路線、コース2本、標高1540から1970メートル。 ゴンドラリフト1本で構成されたシンプルなスキー場ではあるが主要コースとこれを迂回する林間コース及び隣接スキー場との連絡するコースは変化に富み滑走者のレベルによってそれぞれ楽しむことができる。1998年には長野オリンピックの男女大回転競技が本スキー場で行われた。ゴンドラリフト山頂駅近くの広場にある 長野オリンピック記念モニュメント付近は展望が広がり絶好の記念撮影スポットとなっている。スキー場最上部の東立山ゴンドラリフトの東関山町駅にて寺小屋スキー場、高間ヶ原スキー場、一ノ瀬ファミリースキー場との間を往来することができ、またスキー場下部付近にてほっぽぶな平スキー場に滑り込むことができる。駐車場は 東立山ゴンドラリフトの北方温泉山陸駅近くに東立山ゴンドラ駐車場がある。営業期間は12月下旬4月上旬まで。スキーヤーやスケートボーダーの間では東館と呼ばれることもある。リフト運営主体は滋賀高原リゾート開発。東立山ゴンドラリフト2020から2021。 シーズンの中央エリア限定リフト料金は以下の通りである。滋賀高原18スキー状況2リフト券については、滋賀高原スキー場を参照のこと。スキー場内には、東関山頂駅に併設されたレストランがある。北方温泉山徳駅から徒歩数分の位置に、北方温泉の旅館街がある。下記において、リフトの運行やトレッキング等を楽しめる。 両線のトレッキングコースをたどって、岩杉山や赤石山を目指すことができる。長野県側の湯田中方面から国道292号線を登ると、23号カーブを過ぎた先の立体交差で奥志賀林道に入る。そのまま道なりに 3km 余り進むと、北方線、宇那平方面に分岐する三左字を左折し 400m ほど進む。この道は、 長野五輪によって整備される以前の9億朱賀林道。この道から左に分かれる下り坂を降りていくと、北方温泉の入り口に東立山ゴンドラ駐車場がある。ありがとうございます。